東神奈川駅。東神奈川駅は、神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目に、ある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東海道本線と横浜線の2路線で、詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称参照。そのうち東海道本線を当駅の所属線としているが、 東海道本線は、電車線を走行する京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では、東海道、本線は使用されていない。したがって、当駅は京浜東北線と横浜線との乗り換え駅として案内されている。また、横浜線は当駅が起点となっているが、一部電車は京浜東北線と共に横浜駅を経て、根岸線へ直通する。 特定特使内制度における横浜市内に属する。東神奈川駅は東海道本線上にある駅であるが、この区間の東海道本線開通時には、まだなく横浜と八王子を結ぶことを目的として建設された施設の横浜鉄道、後の横浜線が東海道本線との接続駅として建設した。横浜鉄道では横浜側の接続駅として、 神奈川駅や平沼駅などを検討していたが土地が狭いなどの理由で東神奈川駅の位置において接続する方針となったこうして1908年明治41年9月23日に横浜鉄道線の開通とともに東神奈川駅は開設された国鉄側の設備も含めて横浜鉄道の費用負担で建設されているさらに横浜鉄道では 経営陣を同じチクする横浜倉庫を通じて、この辺りの沖合を埋め立てて、岸壁と倉庫を建設し、そこに鉄道を乗り入れて、海陸連絡を図る構想を持っていた。このため東神奈川駅からさらに海側へ延伸する免許を取得し、1911年、明治44年12月10日に、海神奈川駅までの支線が開通した。しかし結局より、 沖合の埋め立て免許を取得して、岸壁を建設することができなかったため、この支線は横浜倉庫の倉庫群への連絡鉄道に止まった。この当時、東神奈川駅のすぐ海側にはすでに、京浜電車、後の京急本線が通っていたため、貨物支線を通すために、中木戸駅付近を高架化する工事を行っている。この横浜鉄道線は1910年、 明治43年4月1日から国鉄が全線を借り受けて営業することになり、1917年、大正6年10月1日付で正式に国有化され、国鉄横浜線となった。大正時代初期の1912年、大正元年9月現在の停車場平面図によれば、線路の海側に駅本屋があり、これに面する番線を、 横浜鉄道が使用し、また、駅舎の両側に、側線群があった。さらに島式ホームが二つあり、これらの島式ホームに挟まれた二本の番線を、国鉄東海道本線が使用する構造となっていた。海神奈川へ至る支線は、駅より北側で分岐して海へ向けて、カーブを切ってた。九百十四年、大正三年十二月二十日、東京駅の開業に合わせて、 東京と高島城、二代目横浜駅付近に位置していた駅の間で、京浜線電車、後の京浜東北線の運転が開始された。しかし開業を急ぐあまり準備が不十分で故障が、相次ぎ、12月26日に運転中止に追い込まれた。運転再開は1915年、大正4年5月10日となった。また、京浜線電車の運転が開始された後も、 しばらくの間は、東海道本線の蒸気機関車牽引列車が、東神奈川駅にも停車していた。いつ頃から、蒸気機関車牽引列車が、東神奈川駅を通過するようになったのか、また、京浜線電車開通に伴う東、神奈川駅付近の配線変更などは半然としない。1917年、大正6年6月17日には、 高島駅までの東海道本線貨物支線が開通した。国鉄買収後の横浜線は東京に近くかつダイヤが過密でないという特性が便利であったこともあり各種の試験に用いられたがその一環として1925年大正14年4月4日には東駅から現町田駅現在の町田駅までの区間が電化されている。これは 横浜線に電車を運転するためのものではなく、東海道本線における電車や電気機関車の運転を担当する乗務員の訓練や試験に用いるものであ。この設備を活かして横浜線の電車運転が開始されるのは1932年昭和7年10月1日からであった。この電車運転開始に合わせて京浜線と横浜線の間の渡り線の新設や ホームの工場などがやれ、横浜線の電車が京浜線に乗り入れて、桜木町駅まで走るようになった。横浜線が蒸気機関車で運転されていた時代には、駅舎側のホームの行き止まりになる部分に一番線があり、ここで横浜線の列車が発着していたが、電車運転開始により、桜木町への直通のために二番線仕様が普通となり、後に一番線は埋め立てられて、 倉庫などに転用された。第二次世界大戦に際しては、1945年、昭和20年5月29日に、横浜大空襲で、東神奈川駅舎は全焼した。また、横浜線電車の桜木町直通は、一旦戦時中に打ち切りとなり、戦後1959年、昭和34年4月13日から再開されている。この間、 横浜港における貨物輸送の変化などから、海神奈川及び東高島への支線が1959年4月1日に同時に廃止となった。1960年昭和35年に、京城駅舎が使用開始され、これに合わせて自由通路も併設された。1968年昭和43年3月20日付で、 横浜線の東神奈川大口間の複線化が完成した。この際に東神奈川港内の配線変更が行われ、3番線が横浜線専用となった。これにより、京浜東北線北港と同一プラットホームでの乗り換えができるようになった。1985年、昭和60年3月10日のダイヤ改正に際して、横浜線の輸送改善のために、 それまで二面三線であった当駅の配線を二面四線化する改良工事が行われた。具体的には二番線のあるプラットホームの海側に一番線を新設し、それまで約100メートル新小安川にずれていた京浜東北線南行ホームを北港ホームとほぼ同じ位置に揃えるように工事を行った。この変更後、一番線が京浜東北南行、 二番線と三番線が横浜線、四番線が京浜東北北港という配置になった。またこの工事に合わせて国鉄で最初の電子連動装置の時運用が開始された。2013年平成25年3月16日付のダイヤ改正で四番線が京浜東北線専用ホームから京浜東北線と横浜線の県用ホームに変更になり、 横浜方面から直通する横浜線の一部平日のみが4番線の発着となった。それ以前は臨時列車やダイヤ混乱時のみ横浜線の4番線発着があった。そのため誤乗する可能性が高くなったことからそれを防止する目的でインジケーター付けの LED 名器具が導入された。運用開始は9月15日。 重量編成対応の島式ホーム2面4線を有し、京上駅舎が設置されている地上駅である。ホームは北東から南西に伸び、東口を呼び、西口を持つ。改札とホームは南側から階段、エレベーター、上下角1台のエスカレーターで連絡しているほか、北側に乗り換え専用の階段がある。 東駅の北方で京浜東北線の副線の内側から横浜線の副線が分岐し、高架で東海道、横須賀、京浜東北の各線を乗り越えていく。外側2線を京浜東北線、内側2線を横浜線が使用する。また、横浜線及び京浜東北線、根岸線の車両基地として、鎌倉車両センター東神奈川発出所が、 北東側に併設されている。番線は、東から順に不番され、東側のホームに1.2番線、西側のホームに3.4番線を設置している。京浜東北線電車と横浜線電車で、使用番線を分けているが、一部2番線から京浜、東北線電車が発車する。出店、JR 東日本、駅構内図、改札内駅コンコースには、 2から3点分の店舗用地が確保されている。当駅周辺には2つの運賃計算の特例が設定されている。いずれも途中下車しない限り、横浜駅当駅間の折り返し乗車を認めるものであるが、両者は別個の規定であり、適用範囲が異なっている。以上を表にまとめると以下のようになる。なお、以下の表の丸は特例が適用されるもの。 罰は適用されないものである。そして、横須賀線経由としての特例が適用されるのは、新川崎駅、武蔵小杉駅、西大井駅で上行する場合、あるいは武蔵小杉駅から南部線経由の場合のみで、ある。横須賀線で品川鶴見間を乗り通すと、経路特定区間により、東海道線経由とみなされる。2018年、 平成30年度の1日平均乗車人員は37,378人である。横浜線の起点駅だが利用者は少ない。この理由の一つは、当駅の隣の駅が横浜駅であるため利用者の多くがそちらに流れるためである。ただし、当駅発着の横浜線電車利用客の大半は、京浜東北、根岸線の横浜方面や川崎方面への 乗り換え客のため、ラッシュ時は特に混雑する。また、横浜線内の20駅の中では、10位に当たる。近年の水位は、下記の通り、当駅は、横浜市神奈川区の中心駅であり、公共施設なども周辺に集中している。周辺はカナック式と呼ばれ、再開発が進んでいる。また、付近を走る京急本線の中木戸駅が、駅前にあり、 両駅を結ぶペデストリアンデッキ、歩道橋、愛称、カナックウォークが整備されていて、乗り換えが可能である。このペデストリアンデッキには、屋根がないため、特に乗り換え利用者には、屋根の整備を望む声が強いようである。なお、中木戸駅との連絡運輸は従来、実施していなかったが、2008年3月15日より、定期乗車券について開始することとなった。さらに、 乗り換え駅であることをより分かりやすくするべく、中木戸駅は200年3月に、京急東神奈川駅に改称する予定。また、駅ビルのシェルプラットが2009年10月7日に開業した。以前から歩道橋が整備されていたが、東口再開発と合わせて、ペデストリアンデッキに再整備、バスロータリーも整えられた。横浜市交通局により、当駅を経由、発着する。 路線バスが運行されている。どちらの路線も1959年、昭和34年4月1日廃止。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。